上がりです。まずまずでしょうか。観衆の熱気が夜空へと吸い込まれているかのようであります。帝王ショーのスタートです。帝王ショー12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先に行くのはどの馬なんでしょうか。バトルラインがかわしていきました。7番セイエイツートップが追いかけます。5番クリゲの馬体名声オペラであります。そのうちブライアングローマン、さあ気合はどうなんだ。11番カタノペリー、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。そしてそのうちに3番東洋シアトル、それから12番ワイルドブラスター、差が開いて6番セントリック、内から1頭川のスパート、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。それからもう1頭9番鉄の戦国王 MI ブランが並んでいっています。そしてその後ろからアブクマポーロ。もう一度整理しておきましょう。先頭を行く10番バトルライン、4分の3馬身リード、外を通りまして7番セイエイツートップ、名声オペラ、内を通りましてブライアングローマン、その外東洋シアトル、第3コーナーに向かいます。12頭その外からは11番カタノペリー、12番ワイルドブラスター、それから離されまして6番セントリック。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。カタノペリーは4番手といったあたり。さあ先頭はバトルラインが1馬身リード、カタノペリー懸命に追う。2番手に外からカタノペリー、先頭藤田とバトルライン、先頭は10番バトルライン、外からカタノペリー、アブクマポーロが2番手、青い帽子アブクマポーロ先頭だ。アブクマポーロ1着、帝王賞勝ったのは4番アブクマポーロだ。確定しました。
レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。11頭の下点が完了しました。体制完了。エルムステークス 1700m6 番パーソナリティ1、スタートのタイミングが合わなかった。これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。果たして先頭に行くのは。先手を取ったのは日本記録ジュピター。その外スーッとバトルラインが上がっていきました。8番パリスナポレオン、そして4番手に待機シャーロックでやります。7番バンドリリョーマ、ほとんど馬体が合っています。そのうちからは1番フジラッキーボーイ、9番名称アムール、内から1頭 SG フラット、そしてその後ろからパーソナリティ1。黄色い帽子にご注目ください。
これが一番人気のカタノペリーであります。それからもう一頭コンメンダトーレ、先頭の方はどうなっている。人気のカタノペリー、うまくいっているんではないでしょうか。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭藤田とバトルライン、さあ抜けました。バトルライン捉えられるか。前の馬カタノペリー懸命に追う。1着バトルライン、2着日本ピロユピタ。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。